こんにちは、ポンメガネです。今日からいよいよ、ポンメガネの、白岡がおすすめする一押しのアイテムを動画でご案内していきたいなと思っております。今日まず第一発目にご紹介するのは、イギリスのオリバー・ゴールドスミスですね。でその中でも非常に人気の高いバイスコンスル S というモデルをご紹介したいと思います。このモデルは、非常に、クラシックなスタイルながらにクラシックすぎないというのがとても絶妙です。ウェリントンながらあんまりこう深すぎないので比較的どなたでもかけていただきやすいモデルですね。で特徴としましてはこのフロントの3点カシメ鋲ですね、横にもありますけれども、このカシメ鋲に使われている表面のゴールドは10金を使用しているらしいです。でプラスオリバーゴールドスミスの特徴としてこの内側の金属パーツですね、でここにゴールドメッキがかけられているので非常にこう高級感があってリッチなイメージでかけていただけるかなと思います。で実際このモデルに関しては S サイズと言いながらもちょっと大きめな感覚になってきます。ただ大きすぎるということはありませんでちょっと試しにかけてみますね。かけると実際こんな感じです。全然大きすぎるっていう感じはないと思うんですね。はい、まあ普通のものに比べたらちょこっと大ぶりかなっていう程度です。でも逆に言うとこのぐらいがすごくこうトレンドなイメージもありますし、かけた時にはすごくこう落ち着いてかけていただけるかなっていう感じがあります。で基本的にこのネロというカラーは、まあ、黒ブラックカラーになるんですけれども、まあ定番ですから外しはないかなという感じです。迷ったら黒を買っておけば間違いないかなというのがイメージですね。うん、まあ、とっても個人的にも気に入っていていいモデルだと思います。迷われたらバイスコンスル S のネロカラーぜひおすすめです。それでは